とすいません、ちょっと細かい話なんですけど、負担金とかですね、まあ、かかってくると思うんですけども、そこら辺については何か補正対応とかされる予定はあるんでしょうか。皆さんこんにちは。今日は初めて、お目にかかる方もいらっしゃいますが、また後ほど名刺交換でもできたらと思います。よろしくお願いします。本日ご説明する案件は芸備線再構築協議会についてです。この度芸備線再構築協議会の参加を決定し、本日国中国運輸局の方へ文書を送付いたします。今回の方針を決定するに至った理由をご説明をいたします。私が市長就任前に地域を回らせてもらった中でですね、芸備線に関する多くの意見をいただきました。その中でも再構築協議会に入ってほしいと再構築協議会に入って議論をしてほしいという多くの意見をいただきました。そのことが再構築協議会に参加、また再構築協議会にですね、参加しなければ得られない情報もあるということ、そして再構築協議会で議論の内容は、本市が参加している三好秋高田広島まちづくり交通協議会での議論にも有効であることなどを踏まえ、再構築協議会への参加することを結論に至りました。秋田方市にとって芸備線が大事な公共交通機関であるということは変わりません。現に5月31日に先ほど紹介しました三好秋田方広島まちづくり交通協議会が設立され、その中においても芸備線については議論を進めているところであります。今回の再構築協議会に参加することでより一層強力に芸備線の活性化を図っていきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。それでは報道機関の皆様よりご質問を順にお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いします。はい、毎日新聞さん。すいません、毎日新聞の安と申します。すいません、ちょっと何点か質問がありまして、まず1点目なんですけども、再構築協議会でしか得られない情報があるということなんですけども、具体的にどういった情報であるのか、これが1点と、あと2点再度確認なんですけども、前市長は以前どういった理由でこの再構築協議会に参加されなかったのかについて、ちょっと改めて教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。はい、まず1点目のご質問ですけども、当然その場にいなければ直接感じられないとかもらえない意見とかあると思います。ホームページ等で議事録等は公開されると思うんですけども、それはあくまでまとめられた形でありまして、そういった直接の議論の中でしっかりと意見をとかいろんな情報をですね、取りながらこの活性化に秋田方市としてどう関わっていくかというのを生かしていきたいなという思いであります。2点目の前市長のことですけども、どういう判断でということですけども、前市長の判断についてですね、私の方がコメントをするのは差し控えしていただきたいんですけども、まあ、今回の構築協議会の沿線がですね、秋田方市には入ってないというところがあったんだろうと思っておりますけども、まあ、沿線自治体ということで、そういったところはしっかりとつながっている芸備線ですので、一緒に考えていきたいということで考えております。時事通信社さん。すいません、時事通信の安信と申しますけども、現時点の市長の基本的な考え方をちょっと確認させていただきたいんですけども、先ほどつながっているっていう話があったと思うんですけども、特定区間の備中幸次郎から、それとあと、備後庄原までの区間について、市長としてはその鉄道として、存続させるべきと考えているのか、それともバスの転換などとかですね、そういったことも含めて議論するのが、まあ、議論進められていると思うんですけども、その点はなんか、現時点はフリーハンドで考えていらっしゃるのか、どちらなのかっていうのをちょっとお聞かせ願えないでしょうか。はい、すいません。やはり、秋田方市にとっても芸備線が重要な公共交通機関であるというように思っております。ですから、今回の、庄原からこの距離についても、沿線についてもですね、やはり、当自治体については必要な公共交通機関で
あると思って今協議をされていると思います。まあ、そういった立場では、犠牲戦に対する気持ちというのは同じだと思いますので、できるだけ残したいという思いはあります。結論は、やはりこれから先皆さんでしっかり議論してから導き出されることだと思っておりますけれども、芸備線はやはり必要な公共交通機関であるという認識ではあります。はい、その他ご質問の方はございますか。はい、読売新聞さん。宮本長です。今回協議がその、ビンゴ昭和らから、ビシュコウジロの間の存廃ということですけれども、将来的にはその、三好から広島間、秋田方の区間も含めて、またこういう存廃の話になるというような強い危機感というのは、お持ちというか、そういう考えもあるということでよろしいでしょうか。はい、当然そのように思っております。秋田方市はやはり何年か前に三江線というのを廃線を迎えておりますし、芸備線も決して、やはり厳しい状況ではあると思ってますので、だからこそこうやって、協議会の方でしっかりと議論をして、市民の公共交通機関を守っていくということで取り組んでいきたいなと思っております。中国新聞さん。中国新聞の恵比寿です。よろしくお願いします。国の方とはですね、これまでも事前に協議されてきたと思うんですけども、今後の流れっていうのはどういうふうなスケジュール感で進んでいくものなんでしょうか。そこについてお話しいただけますか。はい、具体的な流れについては担当の方から説明させていただきますけれども、私は就任して以降、この協議会の方に参加したいということで、国とも手続きとしてもらってました。で、一応、目処がついたのが今日の、文書の発送ということですので、具体的な今後の流れは、担当の方から説明をさせていただきます。再構築協議会への途中参加についてはですね、定めたものはございませんけれども、10月にですね、第2回の再構築協議会が開催をされます。そちらでですね、協議されて、承認を得るという形に今後の流れはなっております。了解いたしました。じゃあ10月の第2回の会議には秋田方市としても、どうなんですか、出席するんですか。もう次回、次次回という形になるんでしょうか。そちらの詳しい内容についてはですね、現在調整中、まだ聞いてない状況でございます。すいません、ちょっと細かい話なんですけど、負担金とかですね、かかってくると思うんですけども、そこら辺については何か補正対応とかされる予定はあるんでしょうか。まだその負担金の権利もですね、伺っておりませんので、必要に応じて、予算化していく流れになっております。はい、その他ご質問ありますでしょうか。はい、 TSS さん。TSS の磯川と申します。お世話になります。藤本市長からですね、芸備線が必要な交通機関だっていう話はありましたけれども、今回この協議会に参加することによってですね、より観光でそのこの市内に3つ駅あると思うんですけども、利用してもらうとかですね、地元の方に利用してもらうですとか、より具体的なビジョンでどういうふうにですね、この交通機関として存続させていくのかというビジョンはありますでしょうか。はい、当然ですね、通勤通学に使ってもらうというのは当然ですけども、先ほど、ありました観光の交通機関としての利用というのもですね、秋田方市内に、観光資源があります。そういったものとうまくリンクできるように、考えていきたいなとは思っております。そういう意味ではいくとですね、藤本市長、現状として芸備線の利用というのはどのように見ていらっしゃいますか。はい、現状の利用はですね、やはり、厳しい利用者だと数字では思っております。ですが、先日も三好市の方で、高校生によるサミットがありましたけれども、そういった中でもいろんなアイデアが高校生から生まれております。そういった、大人も含めて一緒になってですね、どういうふうにして利活用するかというのを考えていけばなと思っております。そういった意味でも再構築協議会の方へ入って、しっかりと意見と参考にしながら協力していきたいなと思っております。はい、その他、はい、中国新聞さん。すいません、秋田方市で言ったらですね、向原、高田町、芸備線沿線になりますけども、利用者がですね、やはり限定されたりとか、いう現状はあると思うんですね。で、そこの駅へのアクセスのあり方とか、中心部への、交通体系ですね、その辺についてどういうふうにこうもっと利用促進に向けてですね、市長として何か考えとか、こういうふうにもっと利用促進に向けてのこう市中心部とのアクセスとか、その辺についての考えとかっていうのは、また市が検討されていることとかっていうのはありますか。はい、
市内の公共交通の見直しのもですね、行いますので、そういった中で当然アクセス等も考慮できるものは考慮してですね、利用者の増進には つなげていきたいなと思っております。ちょっと細かくて気をつけないんですけど、市内の公共交通の見直しというのは本年度進めているものでしたかね。はい、公共交通の見直しについては公共交通計画を、昨年度に、策定をしました。で、今年度は、来年度以降に向けて具体的にどのような形にしていくかというところの、検討を進めておりますので、来年度以降に具体化っていうのは少しずつ出していくことになると思います。はい、その他ご質問の方はございますでしょうか。はい、NHK さん。すみません、NHK の福島です。先ほどお話にあった、すでに広島市だったり三好市とともに開いているこう任意の協議会の議論にも生かしていけるんじゃないかっていうお話あったと思うんですけど、具体的にこうどう生かしていけるかと考えられているのかと、それぞれ の会で話し合う内容をどう違い、その目指すことをどのように違うのかっていうのを教えていただきたいです。はい、先ほど紹介しました三好と広島市で作っています機関については、観光とかそういったのも含めてですね、議論しております。そういったところへ今度は実際の構築、ちょっとメンバーは変わりますけども、そういった庄原とか三好辺の意見も、ね、含まえて観光と利用促進に向けての整合性というか、そういったものを考えていきたいなと思っております。改めてですけど、この再構築協議会に入ることで生まれるこうメリット、プラスの面というのはどういうことだとお考えですか。そうですね、やはり該当路線、秋田課題は関係ないということで、昭和だから向こうですからね、そういった意味ではなくて、やっぱり冒頭も言いましたように、沿線自治体、の一体感を持って、直接のうちで、秋田方市というと3つの駅がありますけども、それ以外の全線の共有の課題として、この路線の維持していくことを一緒に考えていきたいなという思いでおります。よろしいでしょうか。それでは以上で臨時記者会見を終了いたします。ありがとうございました。